はいどうもこんにちは、マミヨシです。ということでね、今回はこちらの iPhone SE と iPhone 11 Pro バッテリーの持ちがどのくらい違うのかっていうのをチェックしていきたいと思います。 iPhone SE も iPhone 11 Pro もバッテリー残量っていうのは両方とも 100% になってます。ということで早速やっていくんですけども、まず明るさは真ん中にしてます両方で、音量はとりあえずゼロで、こちらでね、まずは YouTube を1時間流していきたいと思います。でちなみに今回の動画は新型の iPad Pro で動画撮ってます。でこちらね、 Apple 製品動画の再生リストがあるので、こちらをね1時間流していきたいと思います。ということでやっていきましょう。ポン、タイマー1時間セットしたので待っていきます。1時間再生してみました。まあ、結果はというと、うわ結構変わるな。これこんな感じで iPhone SE は 88%、 iPhone 11 Pro は 97% ということで結構変わりますね。こっちが 3% に対してこっちが 12% ということで4倍違う感じになってますね。でこっちの iPhone 11 Pro はダークモードのおかげもあって、こういうところがね脱光してないっていうのも、まあバッテリーの持ちに変化があるんじゃないのかなと思います。でまあ単純計算であれば1時間で 12% なので、まあ8時間ちょい見られるっていう感じですね。でこっちは33時間見れるみたいな感じになってますね。ただまあこっからねどんどん減っていくかもしれないので、まあ参考までにっていう感じです。まあ、iPhone SE の方が4倍早くバッテリーは減りますよといった感じでした。そしたらこの 87% と 97% から1個ずつねゲームを30分ぐらいやりたいと思います。まずは SE から。今回やるゲームはねちょっとまったりやりたいので、白猫プロジェクト、こちらでプレイしたいと思います。はい、ということで30分白猫やってみました。結果がこちら 77% ということで、 87% からのスタートだったので 10% 減りました。次は iPhone 11 Pro で30分ゲームやっていきたいと思います。 96% からスタートということで30分やってみました。 96% からいくつまでいったのか見てみましょう。89%、 8% 減りました30分で。なので1時間で 16% ですね。そんな感じになります。はい、今見ると実際にこっち iPhone SE は 75% で iPhone 11 Pro は 89% なので、 11% しようと 25% しようということで、やっぱ2倍くらい変わるかなっていう感じですね。なので iPhone 11 Pro が 50% になる頃には iPhone SE のバッテリー切れちゃうみたいな感じになるんじゃないのかなと思います。ということでバッテリーの検証でした。バイ。